ということで、こんにちは、深瀬小弓です。フィルターズやるぞ。どういうゲームかっていうことと、あらすじは公式サイトで見たんだけど、マイクラやったことないんだけど、できるのかな。あ、そう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 、キャラメイクが、いや、女の子かわいい、かわいい、いや、いや男の子も可愛いなぁ。男の子で、髪型は多分変えれないんだよな。帽子取ってくれないかな。色がわかんないなぁ。これかなぁ、これかな。肌は普通に、肌は白目じゃないかな。これかな。目の色、このサイズ感わかりませんけど、ヘーゼルっぽいと思うんだ。これ緑かな。緑黄色、わかんないから、これかなっていうように、今見ていただいたらわかりますが、誰かを模して作ってるんですね。というのも、私が今大変熱を上げてる、あ、拍手ありがとうございます。大変熱を上げてる推しに似せてんだけど、まあこれで特定できる人はいないだろう。あ、名前ね、名前、あー、デフォルトないのか。デフォルトでいいかなって思ったんだけど、デフォルトないのか。このゲーム結構長いらしいんだよね。長い付き合いになるから、結構呼びやすいというか愛しやすい名前がいいかな。うに丼で、うに丼って普通に海鮮のうに丼なんだけど、私うに丼大好きなんだよね。だからすごい愛せるかなと思って。もう一個ね、候補があったんだけど、まあロキっていううに丼、ロキって名前もいいかなって思ったんで、あのボカロのロキっていう曲を今更ながらめちゃめちゃ聴いてんだよね最近。ロキロキのロックンロックンロールってね。だからロキがいいかなと思ったけど、ロキはちょっとかっこよすぎるよな。ウニ丼、冒険を始めよう。よし、拍手。あなたの世界を作っています。
お久しぶりです。うん、よくぞ来た。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分お前にやろう。ねえ、どうした？世界の半分を欲しくはないのか？私ドラクエ普通に無印実況でやってんだけど、その時に半分なんて中途半端なものはいらねえ、全部よこせって倒したんだよね。でもこのゲームでは悪い話ではあるまいということなんですよね。そう、勇者が世界半分あげるけど仲良くしないって竜王に言われて、いやってしちゃった世界がこの世界なのよ。だからドラクエ終わったらこれをやりたかったのよ。一つの忌まわしい選択が生んだ闇に覆われた世界。今この世界は空の光を失い、力なき人々はただ滅びの時を待っています。すべてが失われた世界を新しく作るにはあなたの力が必要なのです。ウニドンの力な。さあ時は来ました。ウニドン、目をお開けなさい。目が覚めたのですね、ウニドン。え？死んでた？え？死後の世界？死んで蘇った的な？蘇って特殊能力を手に入れたみたいな？だって、お墓でしょ？あなたは覚えていますか？自分が何者で、自分がどんな存在であったのか。ん？そうですか。やはり眠りにつく前のことは何も覚えていないのですね。それも仕方のないこと。いえ、むしろ今はその方がいいのかもしれません。何か忘れたいことでもあった。長い眠りで？え？ブレワイシステム？ああ、体を動かそう。左スティックで自由に移動ができ、バツボタンでジャンプができます。カメラリセット、はい。ジャンプ。なるほどね。拷問部屋？だってこれ明らかにこう囚人が捕らえられる腕のあれよね。いや、めっちゃ骨あるし。え、不穏。どうしてここに。え、動きますけども。悪くない。髪色、目はちょっとよく見えないけど、いや悪くないよ。推しに似てるよ。オッケー。よかった、体はしっかりと動くようですね、おかげさまで。これならあなたは自分の役割を果たすことができるでしょう。私の役割って何？ウニドンよ、長き眠りから覚めたあなたには果たすべき重大な役割があるのです。あなたが果たすべき役割、それはえ、何ですって？役割はともかく体がだるい。え、寝起きだもんね。低血圧か？確かに体力が減っているようですね。長い眠りの中で奪われていたのかもしれません。マジでブレワイのリンククルシステム？ではこの白い花びらを拾ってみてください。あなたが持つ力で体力を回復してみましょう。これではないのわかんだけど、あとは何もないな、ここは。あ、ちょっと待って。ところでちょっとお顔見せてよ。悪くない。いいわ。あ、髪の色いいわ。推しだわ。良い子のみんなは私の推しを特定してはならぬぞ。白い花びらを拾えましたね。あなたは素材から武器や道具を自分の手で作り出す力を持っています。それってウニ丼の唯一の能力なのかね。めっちゃ猫背。お腹空いてるってこと？確かさ、
なんか空腹みたいな、本当にマイクラみたいに空腹みたいなのはあるんじゃなかったっけ。いや全然知らないんだけど、そんな話を聞いた気がする。うん、そこにある切り株が作業台にできそうです。手に入れた素材で傷薬を作ってみましょう。アイテムを作ろう。集めた素材でアイテムを作ることができる。近くにある作業台を使ってまずは傷薬を作ってみよう。白いお花3個で傷薬を作れる感じ。集まり。×5 ヒノキの棒、まあ、選ぼう。作る。白い花びら3個で傷薬を1個しか作れない。かわいいかわいい、素晴らしい。初めて素材から物を作り出しましたね。えい、それこそがこの世界であなただけが持つ特別な力。マジ、ちょっと待って、ウニ丼しかないの。だって要は大工さんでしょ。大工さんこの世界にいるんじゃないの。マジか。ウニ丼よ、あなたは手に入れた素材から物を作り出す力があるのです。はあ、ははあ、作った傷薬を早速使ってみましょう。道具は三角ボタンで使うことができるはずです。アイテムを使おう。アイテムは左右で選び、なるほどね、使う。あ、 HP が30なんだ。傷薬で体力を回復できたようですね。やった。その傷薬はあなたが自らの手で作り出したもの。この世界に生きる人々はとあるきっかけで、そうなんだ。いや、そうだよね。だって、建築、城とか建てた人いるでしょ？大工さん、いなきゃおかしいもんね。失ったんだ。二度、あなたに与えられた責務、それは、なんですって？責務はともかく早く広い世界に出たい。おー、それはそうですね。では、この穴蔵から出るために、足場を作りましょう。足場、まずはこの太い枝を拾うのです。太い枝を手に入れましたね。手に入れた太い枝を素材にすればヒノキの棒が作れるでしょう。ヒノキの棒って武器じゃなかったっけ。武器を作ったら敵出てくるんじゃないの。素晴らしい。初めて武器を作り出しましたね。人はかつて物を作り、道具を使ってその輝かしい文明を作り上げました。人の文明の証といえる武器も今はあなたしか作り出せないのです。この世界やばくない。ウニ丼よ、あ、でもひらがなの方が良かったかな。なんかカタカナ、名前変えれんのかな。ウニ丼よ、あなたに課せられた使命、それは、めちゃめちゃ話をはしょるな君。ウニ丼よ、せっかちか。せっかちは損するぞ。なんですって。使命はともかくまずは外の世界が見たい。そうでしたね。これは天の声とかでいいのかな。優しいな。だって丁寧に説明してくれようとしてるでしょ。それをいちいちはしょってるわけじゃない。マナー違反よ。よくないよそういうの。装備してみましょう。丸でメニュー、はい。武器や防具は装備しなければ使えない。武器や防具は装備しなければ使えない、よくある文句だね。丸ボタンでメニューを開いて、はい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 、で×で閉じれると。装備、なんか防具もあったな。武器があれば魔物との戦いだけでなく素材を集める時にも役立つことでしょう。その物を壊して素材に変える力もあなただけが持つ特別な力なのです。世界が闇に閉ざされ人々は力を失っても
ずっと待ち続けていました。物を作る力を持つ者を。うん。ねて、話聞いて。ねえ。寝起き、寝起きで眠いのかもしれないけど大事なこと話してるから。ウニ丼、あなたは人々の願い、夢、希望、そして未来を背負っているのです。寝ちゃったよ。うどんよ、あなたが果たすべく、果たすべき任務、それは大事だぞ、大事だぞ。ね、起きてあなたまさか眠っているのではないでしょうね。仕方ありません。やはりまずはここから出た方が良さそうですね。あー、日の光浴びたら目覚めるか。光合成的な、なんだっけ、ビタミン B を作るんだっけ。では外に出る足場作りのために周りの土を崩し拾い集めるのです。あ、四角ね。素材、あの操作は簡単だな。ほうほうほう。土ブロックを10個入手しよう。は装備してるな。武器っぽいものは5個装備できるってことだよね。これ武器壊れたりとかしないのかな。プレイ日数なんか出るんだ。脱出設定、あれ、セーブとかって、セーブはゲームを終了するって、セーブさせてくれるのかな？で、四角で土、これかな？チェッ！あ、HP があるんだ。うん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 。あ、2個壊せたりするんだな。2個壊した方がお得だよな。この辺で振り回したら、おい。あ、なるほどね。もうちょっとお得ゾーンで、この辺とかお得そう。よし。耐久があるのかわかんないけど、お得な方がね。手に入れた土は、赤い印の場所に集めた土で、足場を作り、この穴蔵から抜け出しましょう。道具使うのと一緒だね。草は、なんか拾えない？こういうとこにアイテムさあったりするんだよ。しし、あ、ないかな、さすがに。辻切りだ、辻切り、辻切り、辻切り。あ、ポケモンのね。草。え、声かわいい。え、今さ、調べるって。墓に文字が刻まれている。これワイの名前だったりするんじゃないの。土を、あ、岩を壊せる。あ、でも何も出ない。ないよね。便利は丸か。え、待って、これ耐久あるな。この青いゲージ耐久だよね。あ、やばい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 。あ、これね、しまうの。あ、これでいいのか。どこだっけ。調べる。なんで今調べるって出た。何、鎖に文字が刻まれている。骨壊したらなんかもらえるかなとかふと思ったんだけど、いけなかったね。で、これで選んで、ないのかな。なんだこれ。おじぎ、あ、こちらこちらってこと。上見た、上見たり下見たり。押し込みでカメラリセットでしょ。
ダッシュとかないのかな。ジャンプ、まあ、ダッシュ、はい、チェッ、えい、あああ、牢屋だ、牢屋だ。上は特にないな。アイテムとかはないのかな。まあ、草を壊しても意味がないと。開く？あ、開いた、開いた。ウニ丼よ、よくやりました。うまく外の世界に出ることができましたね。私、人間不信だから、この声ももしかして悪い人なのかなとか疑っちゃうけど、多分、チュートリアル教えてくれてるし、いい人なんだよね。この喋ってるの誰なんだろう。これからあなたが目にする世界、アレフガルドはとあるきっかけで光を失い闇に覆われた世界。とあるきっかけな。光なき世界に生きる人々は物を作る力を奪われ、今や文明も知恵もなくしてしまっています。賢者なの？ウニ丼って。ウニ丼、あなたに課せられた重要な使命、それはあなたが持つものづくりの力で人々を救い、アレフガルドの世界を復活させることなのです。なるへそ。また話遮ってんの？ダメよ。やっぱこの物語を通して、これ長いゲームになるそうなので、ウニ丼にはね、人の話を最後まで聞くっていうことを覚えさせていきたいですね。急に世界を救えと言われてもピンとこない。まあそれはそうだ。うん、確かに目を目覚めたばかりのあなたには少し急な話なのかもしれません。ではこうしましょう。あなたはあなたが持つものを作る力で、あなたの自由に思い描いた世界を作り出してください。そうすればおのずと自らの使命も果たすことができるでしょう。そして自分自身で確かめるのです。世界に何が起きたのか、そして自分の役割が何なのか。大地の精霊ルピス。多分1でも出てきたよな。すべては精霊の導きのままに。最後に一つだけあなたに忠告しておきます。ウニ丼よ、あなたは勇者ではありません。このことだけは忘れないでくださいね。わ、懐かしい、懐かしい。わ、悪質な気がいる。わ、やだ、あのサソリ嫌い。殺されたことある。ここはかつてメルキドと呼ばれていた場所。魔物との争いでその全てを破壊され、今や見る影もありません。ウニ丼よ、あなたが持つものを作る力で、ここに新しいメルキドの街を作り上げ、アレフガルド復活への第一歩とするのです。そのためにあなたにはこれを渡しておきましょう。何？なんだこれ。最初のムービーでなんか青旗刺してたよな。その希望の旗を持って、あそこに見える光差す地を目指しなさい。その旗はこの地で魔物と戦った人々が最後まで掲げていた旗です。光が溢れ、メルキド復興の拠点となるでしょう。ほうほうほう。で、これで、勇者ではないって言ったのはわかるのよ。あれよ、このゲームは戦うことがメインではないみたいなの、公式サイト私見たからそうわかるんだけど、魔物と戦ってレベルを上げるのがメインではなく、物を作るのがメインのゲームってことなんだよね。あれかな、ヒノキの棒が欲しい。これは太い枝、太い枝でヒノキの棒作れたよな。今いた場所に帰れない？今来た場所に帰れば、作業台がさあるじゃない、あれで武器を作れるんじゃないの。なんか花がある。落下ダメージとかあんのかな。これ、たくさんなんだ。
なんか遅れた。え、丈夫な草。あ、じゃこのさ、ちょっと、違うやつって、わかんないけど、もらえるもんはもらった方がいいんじゃないのか？ここちょっと怪しいな。あんまり耐久削りたくないよな。あ、一応、この木の枝ももらっておこうか。えい。OK。これで最悪、この、最初の武器がなくなってもなんとかなる。あ、ここ？あ、帰れる帰れる。帰ろう帰ろう。落下ダメ、いや、ちょっと傷負ったら嫌だからな。え、モンスター出ないよね、モンスター出ないよね。一旦作業台が欲しい。えい、あ、いや操作いいわ。松明ってなんだろう。まとめて作る。はい、よし、 OK。 これでまあ当面大丈夫だろう。よし、あ、走るがないんだな。あ、でも、え、操作感楽しいな。操作もその単純というか難しい操作を求められないからいいわ。このぐらいの操作感でいいのよ、赤ちゃんには。よし、武器も調達した。で、目的地が光り輝く場所。え、その前にお花がさあるじゃない。これ気に、モンスターいないね。 OK。 あ回復。待って、なんかいる。やだ、やだ。え、お花を。でも、お花欲しいよな。いや、あんまり変なとこ行かない方がいいかな。え、で、ここでお花を狩れば、あそこで回復作れるんだよな。この草だって何に使うか分かんないよね。目についたものはもらってこう。これ何使うんだろう。丈夫な、あ、いるいる。あ、どうしようどうしよう。でもなんか身が欲しいけど、見つかったら走って逃げれんのかな。あ、でも近いな。おい、はい、えいし。お花、お花、来んなよ来んなよ、私に気づかないで。あ、でもあれだな、空腹ゲージがないな。あ、桃ガキ、メスガキ。えい、これし、え、楽しい。あ、いや、モンスターこの部屋まだいないな。 OK、 回復はいるでしょう。15だから、あれだな、3、5、15。5個作れるな。で、ここでこれを使う。てか、あの街こうなっちゃってんの？みんなどこ行ったの？あ、作業台がある。うん。暖かい光が溢れ出した。光に導かれ人間たちが、人が帰ってくる。あ、拠点ができた。え、町の中心になる作り上げた町の繁栄度は左上のキャンプゲージ、あ、キャンプってやつね。あ、人がセーブできる。こんにちは。話す。この旗一体なんだろう。かわいい。あ、サイドにまとめてる。かわいい。それにこの場所なんだか不思議、とっても明るくてすごくあったかい。ピリンちゃん、あなたは？もう住人からの願い。なるほど。いや、ちょっとしたあつ森だな。なるほどね。あ、お花がある。え、試しに一回お話聞いてみようかな。ドアがある。うん。え、この旗あなたが建てたの？あなたは誰なの？あなた一体どこから来たの？変な地下から来ました、ウニ丼です。いや、語彙よ。
記憶がない精霊の声に導かれてここに来た。え、精霊とか言ってさ、この時代の人は信じてくれんのかな。え、だよねだよね、頭の中で声がするなんてなんだかものすごく怪しい感じだけど、うん、うん、この場所あったかくて気持ちいいし、私ここに住んでみようかな、第一村人。ウニドン、いくらあなたに物を作る力があってもエルキドを一人で復興するのは難しいでしょう。あ、部屋、扉だけが残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。ん、 L 1を押しながら置くと一段上。ああ、それで上と下を見てたのね。おい、ふふふ、オッケー、よし、今から家を作っちゃるけの。開きました。で、ここだな。で、と上、はい、なるほど。で、こう、はい、楽しい、すごい、すごい、これ屋根いるよね。こっちだの。屋根いらない、屋根いらない、屋根いいの。いいのかな、話す、はい。わあ、すごい、ボロボロだったお家の壁が直ってる。え、土を置いてあなたが修理したの。頭の中で精霊の声がするとか少しおかしい感じの人だと思ってたけど、わかる、そうだよな、うん。この時代というか、こう信仰心はちょっと失われてんのかな。壊れたお家を修理できるなんて、あなたは不思議な力を持ってるんだね。はい、これお家を直してくれたお礼だよ。ここに来る途中に拾ったんだ。回復薬作ろう。ちゃうのよ、お勝利だ。じゃあ落ちた、いや、一回土を置い、あ、土じゃない、これ重い、邪魔よ、草で、土を、違う、土を置きたいんですよ。できると、だってこれ、屋根なくていいの。あ、でも屋根があったら中見えない、いいのかな。あ、痛い痛い痛い。これはなんだ、読む、看板に文字が綴られている。ここに城壁を作り、マジか、城壁作るか。